こんにちはジョニーです今日は最近発表あった今新規募集中の SBI ・バンガードが展開する S&P500 をベンチマークにした投資信託についてご紹介したいと思ってます。うん、今まさに募集中になっていて SBI のサイトの中で見たときに一番上にバンガード・ SBI 低コスト・アメリカ株ファンドが登場という形でご紹介されています。 で、申し込みはこちらっていうところがあるんで、まあ、これを買っていただければいいんですけど、一応このファンドについての説明は、まあ、その中で必ず見ていただいて、目論見書も見ていただいて、購入するかしないかは判断いただければと思うんですが、最初の買い付けっていうのが9月26日木曜日ということになっているみたいですね。なので、まあ、それまでに関しては、なんか積み立て で購入する設定とかはでできなないような感じだったんでとりあえず様子を見ておいてもいいかなと思ってます。この商品の特徴は SBI とアメリカかなかなり多くの ETF を超低コストで展開しているバンガードの2社の、まあ、コラボレーションによって作られている商品ですね。この投資信託は基本的にその VOO と呼ばれている SP500 の ETF、バンガードのそういった商品をひたすら買う 投資新宅ですね。バンガードの ETF っていうのがその VOO っていう t i k カーの商品ですけどあの分からない方はちょっと VOO でググってみてくださいいっぱい出てくると思うんですけど信託報酬が0.03%の ETF で業界では最も競争力の高い信託報酬に設定されてます S&P500 を対象にしているのでアメリカの500社を対象に投資を行う ETF なので リスクっていう観点でいくと、そこそこのリスクを取るということを意味しているということは認識しておいた方がいいと思います。過去の S&P500 の推移、チャートっていうものは検索すればいくらでも出てくるので、もちろんそれを見て購入するかしないかっていう判断をしてい,ていただければと思うんですけど、過去の数字を見ている限りだと S&P500 は高値から半分になるっていう経験を何度か繰り返すようにしているので、今全力で買いに だととするとこの後半額になるっていうリスクがあると認識しておくべきかなと思います SBI バンガードのこの新商品相性 SBI バンガード s, s p 5 0 0ってありますけどこの商品の特徴はそんな超低コスト ETF を元にした超低コスト投資信託ですねでここに 紹介がありますけど、年0.09264%程度というのが名目の信託報酬として設定されています。同じ S&P500 をベンチマークにした投資信託として有名なのは EMAXIS SLIM シ,シリーズにありますけど、あれがだいたい1.5%ぐらい、違うな、0.15%ぐらいになっているので、そうこの投資信託のコストの低さっていうのが ままあ際立ってますよねもちろん実際にかかるコストっていうのは、まあ、これだけじゃなかったりするんで運用報告書の中で実際には出てくるわけですけど、まあ、おそらく0.2%はいかないんじゃないかなという気は予想はしてます。e m a x s ス r e m の方でいくと名目上0.15%となっている新コスト信託報酬 を含む全体でのコストが大体0.24%ぐらいになっているようなので、それぐらいの上,ぶ上振れ感っていうのは同じように、この投資信託においてもあるんじゃないかなと思ってます。ただ、いずれにしても、おそらく最安値、ね、最もコストの安い投資信託の一つになるというふうに予想ができるので、この商品に対して投資をするっていうのは、 もしアメリカを中心に投資を行いたいと思っているようであれば、良い選択肢の一つになるかなと思います。最初のタイミングでは NISA と普通の購入方法でしか選択肢として選ばれてないですけど、追って例えば積み立て NISA だったり、Ideco だったりでも購入できるようになるんじゃないかなという気はしますね。はい、先ほどお話ししたように、ヴァンガードはもともと ETF で VOO というティッカーの。 SRP500 に投資するる商品があるので、まあ、そっち購入すればええやんって思う,思う方いらっしゃるかもしれないですけど投資信託を選ぶことの優位性っていうのがあって ETF は個別株の取引と同じなので買い付け解約手数料というかあの取引手数料がかかります外国株式の場合にかかる手数料が同じように ETF の購入 売却時にもかかるので買われ手数料が直接購入する時にはかかったりするんでその為替外国なんだ米ドルを調達するためにかかるコストとかもあるんですよね定期的に購入するみたいなオプションは海外 ETF にないわけではないんですけど国内投資信託の方がかなり柔軟にできるみたいなところもあったりするんでそういう意味では国内投資信託に部があります。 1一個最も大きな理由の1つとして挙げるとしたら、海外 ETF は基本的に配当があるので、再投資されません。それは自分のところに帰ってきてしまうので、再投資するようであれば、自分でもう1回購入しないといけない。ただ、配当金って税金がかかるんですよね。外国、アメリカの場合10%、で日本で20%、合計30%弱ぐらいかな、かかってくるみたいなのがあって、外国税控除で。 海外でかかる分については返ってくるんじゃないかなという気はしますけど、福利効果っていう意味でいくと、海外 ETF っていうのはちょっとどうかなってやっぱ思いますね。信託報酬のものすごい低さっていうのをまあかなり打ち消してしまうほどのその手間のかかりっぷりっていうのが海外 ETF の特徴かなというふうにまあ僕は思います。まとまった資金を一発で購入できるような状況であれば、海外 ETF いいかもしれないですけど、そうでない限りにおいては、 国内投資信託で売ったり買ったりするのが手数料ゼロっていうのを実現している方が圧倒的に競争力は高いと思います。まあ、そんなわけでこの SBI ・バンガードの新しい S&P500 連動の商品っていうのがちょうどこのタイミングで生まれているので、まあ、ぜひご自身のポートフォリオをよく考えていただいた上でアメリカ株にアメリカ株をメインで投資するという場合にはこの商品を一つ選択肢として入れておいた方がいいかなという 気がしましまたという動画ですね、はい、僕もずっと EMAXSSLIM の SP500 連動の商品を購入してたんですけど今回こういう商品が出てきたのでどっかのタイミングでスイッチしようかなと思っていますそんな感じかな TwitterInstagram のアカウントもあるんでもしよろしければフォローお願いします音声だけで大丈夫っていう方は Podcast もあるんでそちらのサブスクライブをお願いします今日の動画が良かったっていう方は高評価ボタンをお願いしますわせてチャンネル登録していただけると嬉しいですそれでは ご視聴ありがとうございました。バイバイ。